男性はあの男と一緒に食べると太りすぎますねこれは循環量の問題ですから別にあの男女サービスの問題じゃないんですけどねそれで、えー、ご飯を食べますとねご飯っていうのはね緩やかに糖分になっていくんですよ割合といいんですよだから糖尿病になりにくいんですね特にもっと玄米的なものを食べますとねもっと消化が遅いもんですからじわりじわり糖分が出てくるんですよつまりご飯を食べて例えば 昼の12時にご飯食べますよねで。次のご飯が夜の7時だとすると、まあ、理想的に言えば7時間で少しずつ少しずつ分解してくれると、あの、いいんですね。ところはまあ、もうちょっと普通早いもんですから、あ例えばまあ、ケーキとかね、そんなの食べたらあっという間に豆腐になっちゃうんで、<laughs> まあ、ケーキ食べてもいいかもしれませんよ。ケーキ食べた場合はもう、食べた瞬間から12時半頃からもう3時まで、ものすごい勢いで、 仕事をしたり、労働したりして、これで、それを消費してしまわないといけないんですね。そうしないと、血中に糖分が増えまして、インシュリンの分泌なんか変なことになりましてね、糖尿病になるわけですよ。だから、日本人が糖尿病が少なかったのは、やや、キロカロリーの取り方が少なかったってことで、やっぱり基本的には油を取らなかったってことなんですよ。油が一番キロカロリーありますね。油とか砂糖がいけないんですよ。 砂糖とか果物ですね。日本人は果物のも値段が高かったんですね。ですから、まあ普通の人は果物をあまり食べられない。まあ砂糖も高価なもんだ。った。それから油は普通、日本人の場合は植物油って結構危険なんですよね。まあ皆さん植物油は健康にいいなんて錯覚してるやと言いますけど、動物の油の方が油としては安全なんです。油としてはですね。だけど油はやっぱりキロカロリーが高い、熱量が高いので、 お米ご飯をやめて、一番悪いのはご飯をやめてですね。それでご飯を減らすでしょご飯を減らしたって何かで熱量を取らないと人間は生きていけないんですよ。だからご飯を減らすってことは果物か油か、まあそういったものを食べるってことに結局なっちゃうんですよ。チョコレート食べるとか。そうするとそれは分解が早いんで、やっぱ血中の糖質がですね、あの変動してですね、それで糖尿病の引き金を引くんで、 この結果はもう予想通りなんですよ。ご飯を減らせば糖尿病になると。当たり前だと。そんな決まってるじゃないかと。特にご飯を食べないとね、お腹が減るんですよ。で女の人最近糖尿病が多いんですけどね、それはまあ当然なんですね。だって女性が大学の仕事したり、まあこの頃勤めを出してたりね、遊びに行ったりすれば、それに必要な糖分はどうしても使っちゃうんですよ。使っちゃうでしょそうするともうお腹が減るんですよ。 だからそうするとまあちょっとそこら辺のお菓子食べたりってなるんです。果物食べたりね。最近はちょっとお金もありますから、果物も買えるもんですからね。だから果物も特に甘くなって、昔のゴと比べると今のゴのが甘いから、ついつい食べちゃうわけですよ。じゃこの傾向は全く理屈通りなんです。じゃあね、こういう疑問を持つ人いますよね。糖尿病の患者の人が、病院が、 え、1000単位とか、1200単位とか言って、ご飯の食べる量を制限したじゃないかと。あれは全部間違ってたのかと。そうじゃないんです。それは、ご飯を食べすぎて、糖尿病になった人なんですよ。ご飯を食べすぎて、糖尿病になった人は、ご飯減らしなさいっていうことだけであって、あの、糖尿病じゃない人がご飯減らして、その代わりにお菓子食べたりなんかしたら、果物食べたりしたら、それは糖尿病のことになるんですよね。特に僕は一番いけないのは、僕は一応計算してみたんですよ。消化速度と、 血中の、あのその糖分がどうやって出てくるか。で、やっぱりね、あのー、昔は日本はね、ご飯食べた時は最後はおしんこで終わりなんですよ。それで、ね、3時頃でお腹減ってきたら大福食べたりしたんです。これはまあいいんですね。つまり、あらかたお米が分解して、あ糖になった後、糖分を取ってますからね。だから、お腹が減ってきたらおやつを食べて補給するっていう考えはこれ正しいんですけどね。 デザートってやつは、お腹がいっぱいの時にベスパラとか言ってデザートじゃない。<laughs> これひどいことになるわけですよ。まあ、ということで、このグラフはいいんです。だけども、まあ、えー、昨日のタバコといいですね、今日のこのご飯といい、ちょっと逆のことをお話したんで、ちょっとね、ここでもう一つちょっと踏み込みますね。それは、わざわざ、この、糖乳病患者が増えている、あの、右の図ですね。右の図はですね、えと、ー、赤い色が自動車の普及率なんですよ。それから、 青いのが糖尿病患者数なんですね。どういうことかっていうとですね、説明の仕方ってのはのは色々あるってことなんですね。これのこういう図は本当に良くないんですよ。いや最近ではね、CO2 が増えると気温が上がるなんてのがあるんですけどね、これはもう何でも言えるんです。つまりこの図というのは糖尿病になるのは運動不足だと。自動車の普及率が増えると糖尿病が増えてるので、お米じゃないということを言うためのグラフなんです。それでね、 僕は専門家がいくらでも素人は騙せますよって言ったのはこの手のことなんですね。えっ、ー、ともう素人はね、あまり知りませんから。でこういうグラフはね、横軸が年代でしょ縦軸が、えー、自動車の普及代数とか糖尿病ですよ。そうするとね、何でも言えちゃうんです。これ温暖化入れてもそうですよ。えー、時間が経つと CO2 が増えるから糖尿病が増える。だから CO2 を排出すると糖尿病が増えますよっていうことですね。これがあの、小池都知事式なんですよ。 もう、全くね、関係がないものを結びつけて自分の票を増やそうなんていう。それから自分が甘くなりしようとかいろんな人がいるんでね、難しいんですけど、ご参考でにこれ載せておきました。だから、難しいですね。関係性というのは、いろんな視点から取らなきゃいけないし、特に科学者の場合、非常に注意しなきゃいけないのは、自分が有利になるようにグラフを書こうと思ったらいけない。それで人に騙しちゃいけない。 科学者はむしろ逆に自分に不利なものを出して、そしてそれをちゃんと説明するってことが必要だということを言いたいがために、今日はわざわざこのグラフを出しました。えこのグラフをネットから借りましたんでね、えー、このグラフを書いた方からあ苦情が来るかもしれませんが、まあ、しかし、えー、科学的事実は著作権及びませんからね、著作権法にも書いてあるし、判例にも書いてありますので、まあ、 紳士的な立場として一応お断りすると。私が書いたグラフではないということはお断りしますが、えー、著作権には関係ないと思いますので使わせていただきましたあ。使わせていただいたことに関しては感謝をしております。ということで今日は5個目を減らすと糖尿病が増える。この原因はいろいろ考えられるけども、武田国彦は糖分の取る量をどういうもので取るかということによって決まってるんではないかと、現在では考えています。 ということをお話したいと思います。